はい、多分パート3になってると思います。こんにちは、スシロと申します。チャプター2の途中からだね。この人めっちゃ可愛い。お、出た。ビックスみたいな名前。マコーロ爆発。うわー、ちょっとやめろ、お前。星のためだぞ、こっちは。公表されていないが、犯人は十中八九。アバランチって何なんだろう。俺らのことなのかな。いやけど、魔鋼っていうのが地球の地で、それを吸い上げ続けると星が死ぬっていう話らしいんでね。バレットか、こいつの名前。そうだよ。お前ら盾ついてると、このガトリングで蜂の巣にしてやるぞ。星を思う善良な市民。はぁ、どこが善良。殴られるぞ。もう本人の前でお前殴られるぞとか言わんやろ、なかなか。いや、この右腕で殴られたら痛いぞ。星の命を搾取する悪党。悪党の名前は、てめえらはよく知ってるよな。ルーは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列社員の戦い方だ。意義なし。これぞ死んだ魂。なんだこの茶番マジで。こんなん絶対ならんけん、こんなさ、なんかヤバそうな人の前で。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。めっちゃ盾つくなこいつ。正義感にあふれる人間はそのうち滅びますよ。こっちだってな、お国のために、お星様のために働いてるっていうのによ。あんなめちゃくちゃ言われてよ、たまったもんじゃねえよな。ガトリング、バレットだったわ。ちょっと話そう。二人でこれを使って説明するんだ。はいはいはい。知ってることばかりだろうけど、意識だと思って聞いて。何ですか。何度も言ったはずだ。俺は仲間にはなったつもりはない。いい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートル。前回爆破した町な。地上300メートル持ち上げられたプレートと呼ばれる鉄鋼の大地。整備されたピカピカの都市。空気まずそうだよな。無敵の消費モンスターってどういうこと？間もなく。ID スキャニングエリアを通過。いや、魔鋼っていうのがなんか常につきまといそうだね、このね、ルートね。ルートじゃねえわ、このストーリーね。あ、これに乗ってんだ俺ら。はい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 。ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住。やばくないそれ。懲罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、それでさ調べられたらさ。なんけどなんかさ、割と未来ありそうだよね、こういうさ、なんかスキャニング機能みたいなやつでさ。 ID 偽造、あ、やるじゃん。犯罪組織みたいだな。ブーブー、ダメですこいつ、犯人ですってなるかもしんないだろ。けどこういうのなんかさ、将来的にありそうだよね。脱走犯とかをこれで一瞬で見つけれますみたいな。もうどこもかしこも監視社会みたいな。いや、監視社会になったら怖いよな。途中は枯れ、空気はよどみ、花も咲かない。もう花も咲、あ、だから冒頭であれなのか、草枯れてたのか。あれ、その伏線か。自分は強いって自覚があるなら。うなげすごいな。他人の弱さに寄り添ってみねえか。うわ、初めてサングラス外したとこ見た。そうだよ。弱い者に手を差し伸べるのが本物の強者だよ。みんなこの列車と同じ。しかも誰よりには逆らえないんだ。うわぁ、なんか過去に重い話がありそうだな。なんか台風はいいよな、進路決まっててみたいなツイート昔あったよね。ニュースのさ、下のさ、なんか帯とかでそれが流れてさ。そう。俺はニュースなんかよりこのツイートをしたやつの方が心配だみたいなツイートがあってさ、めちゃめちゃ面白かったね。あ、みんなやっぱあの爆発が起こった街から脱出したから、親族とか恋人とかがあれなんて迎えに来てるってことか。私も降車しましょう。うぇーい。
あ、これそのうち誰かが死ぬ伏線だな。こんなところでそんなでかい声で言って大丈夫？そうだよ。次の作戦まで自由行動。最高。全部で何箇所くらいあるんだろうな。もう最後の晩餐になるかもしれんだろう。最高にうまいもんでも食っとけ。おちゃん、俺は忘れたか。目の表現やばいよね、本当に。セブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。ティファちゃんに会いに行けるんですか？行きまーす。急いで行こう。ティファー、俺が帰ってきたぞ。魔法は星を巡るちって言われても、スラム住民。剥がしても剥がしてもすぐ元通り、うん、妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。なんかやっぱ割とこの下のね、社会の人たちにとっては住みづらい世界なのかもしれないよね。また幻覚、やばいやばいやばいっていう幻聴。しかし、この特別なシャリンガンの道術、現実つくよみは破れない。おい、あんた幻覚だったわ。昔のトラウマだろうな、その辺もな。魔法中毒。魔法中毒。あ、ほら、後ろ。あ、魔が、ね、そのシャブ中みたいな感じで魔法中毒っていうのがあんの。いやけどまあ、あんだけその魔法言ってたら、そら待って、俺ティファちゃんに会いに行けない、もしかして。あんなさ、なんかよくわからん野郎よりさ、ティファちゃんに会いに行った方がいいと思うんすよ。7番がイスラム。いやー、なんか、いやけどまあ、このここの人たちはここの人たちでね、貧乏ながらに楽しく過ごしてそうですごいいいよね。あー、けどこの雰囲気好きだな、俺。週に1回ここ散歩したよね。よ、ただいまーすってな。そう、あのね、若干た、田舎のとことか行くとさ、やっぱさ、商店街とかあるお店とか、ティーファー待ってました。もう俺はこの子に会うためだけに、ね、このゲーム始めたからね。それ誰？二人の間に生まれた子供ですか？え、マジモンなの？あー、びっくりした。お前かよ。お前の娘かよ。あー、そういうこと。そんなに親密な関係なんだ、ティファって。あ、なるほどね。前回さ、ティファって結構さ、あれだったじゃん。あー、そうだよ、この花ね。浮気か？あ、そうや、花咲かないって言ってたからね。え、かわいい。意外だな。クラウド、こんなことするんだ。黄色い花を失った。少しは変わる。え、5年ぶりに会ったんだ。まあね、目のやり場に困ってるんでしょうね。5年ぶり。お前は大きく成長しやがって、みたいなね。いやー、ちょっと。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して。いい父ちゃんじゃねえか、お前ロリー。いや、親バカやめてください。何もしてないでしょ、見てるだけでしょ。知らない人とは喋っちゃダメって、パパが言ったんでしょ。偉いぞマリ。父ちゃんとの約束忘れなかったな。あ、いい父ちゃんじゃん、バレット。見直したわ。休みの時間も守らない。もっとさ、お前子育ては母親の仕事だろうみたいな子なのかなと思ったらさ、めちゃめちゃいい父ちゃんじゃん。お、早くどっか行け、俺は二人で話するんだよ。いや、かわいいな。報酬の話をしよう。なんでさ、紐横にあんの？もっとなんかカッコあったでしょ。もっとカッコあったでしょ。と思いますよ。お金の話の前に聞く？何を？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。お、一緒に一緒に住むってことですか？そういうことなんですか？家賃ただ。お、いいじゃないですか。じゃあこっち。お、どんな
ティファとの二人暮らしが始まってしまいました。いや、来たね、FF7 ね。こういうの待ってた、俺は。もうこういうの待ってた。おー、ようやくだよね。めっちゃ俺のことなら気にするな。これは仕事だ。わかった。神羅を憎む気持ちもわかる。あー、神羅を憎む気持ち。けど、その神羅っていうのは俺たちの故郷なんじゃないの？向こうがどう思ったか知らないけどな。いや、ちゃんと口動いてんな。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかも。なんか割とその原作の FF7 やったことないんだけどさ、原作の FF7 だとなんかティファって結構なんかガキ大将の女の子みたいなイメージなんでしょ。で、結構今回なんかただの綺麗なお姉さんみたいなさ感じだけど、ジンラが作っている、出たマスコミ特有の、爆破したのは本当っすよ。俺がしましたから。このさ、腹筋すごいね、腹筋。あ、くさ。この201号室が私の部屋。でも、え、一緒じゃないの？ここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。一緒に寝るんじゃないですか？嘘だろ。おい、一緒の部屋に住むと思ってさ、俺はさ、ウキウキでここまで遊んできた、遊んできたじゃない、歩いてきたのにさ。東京の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。何かまずいことがあんのかな。そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。誰？なんかちょっと意味深だね。別れたくねえ。今夜は帰りたくないな。じゃあ帰るわ。おお、入ってきた。ごめん、気持ち悪い声出ました。寝起きするだけなら大丈夫だよね。このさ、わかる、お腹いいね、お腹のグラフィック。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。すぐ金の話。お、胸強調すな。払いたいんだけど。500？作戦の準備で物入りだったから、今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。じゃあまあね、体で払って集金まで手伝わないといけないの俺。あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。やばい、エイペックスのアップデートが来ました。ごめんなさい。今日はいろいろあり。待て、ここで止まっていけよお前。ここで止まっ、お、誰だお前。殺すぞ。俺の眠りを妨げやがって。横の人か。203か。いや、壁薄すぎだろ。待って、これさ、こんだけうめき声が聞こえるってことさ、こっちにさ、耳を寄せたらティファちゃんのさ、声。おちゅうちゅう、お前のせいでティファちゃんの声聞こえねえだろ。黙っとけ。どうした？大丈夫？ちょ、心配になってきたわ。鍵ぐらい閉めてください。鍵ないのかな？もうスラム街すぎて。そんなことあるかな？来た。え、あ、ちょっと、大丈夫？え、マジで？幻覚でしょうけど、こいつ。やめて、襲われる。これもあれかな、魔鋼なんだっけ、魔鋼中じゃなくて魔鋼中毒か。ティファ離せ離せ離せ。誰誰誰、ハリーポッターじゃん。うわわ、なんかそういう宗教団体ね。リユニオン、誰だろう。魔法使いそう。あー、49番囚人番号みたいなの書かれてんな。この人は203マルカート、マリオカート。で、ずっとこんな感じ。あー、そうなんだ。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。あ、だからそのいやけど今幻覚で出てきてたもんね。なんかけど関係ありそうだよね、あのセフィロスに。セフィロスと何なんだろう、そもそもセフィロスって。なんか敵国の幹部みたいな感じなのか。いや、腕やばいな。
剣を取ります。それどうやって背中に装着してんだろうね。大家さんかな。こんにちは。いやなんか気は強そうだけどいい人そうだよね。あ、やっぱ大家さんだ。おととい声流れつくのはみんなそう。そうだね。なんかちょっと訳ありだよね。ティファもなんかまあ俺が訳ありってことはティファもなんか訳ありだろうし、横とかも訳ありの擬人化だしね。へえー。あ、やっぱいい人だね、マーレさんね。まあ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 、けど、ティファちゃんは私のあの嫁同然なんで、まあ泣かせることなんてないと思うんですけれどもね。任しとけ。いや、街やばいね。好きだわ、俺この街。なんか、いや、なんかさ、その豪華なさ、街っていうのもいいけど、こういうスラム街のさ、なんか、なんだろう、路地裏感あるのさ、まあこれはこれでいいよね。荒廃した街みたいなさ、感じ、俺はすごく好きですよ、これ。にゃんこ！もうティファと猫を見るためだけに俺このゲーム買いましたからね。うわ、しかも目こ、ちょっと目怖いけど、なあ、かわいいなあ。意地でも動かねえじゃん、こいつ。おはようございます。ティファ？おはようございます。あ、マリンはここで寝泊まりしてんだね、マリンとガトリングさんは。JS フィルター？おお、ああ、傭兵は難しいこと言われてもわからん。もっとわかりやすく言ってくれよ。目のやり場に困るだろ。わかんないよ、そんな難しいこと。俺、小卒だからやめてくれ。踏み倒す気満々の人もいるんだ。お守り代わり。ああ、確かに、まあ、ティファちゃん一人だとね、野郎どもに集金をしに行くのはちょっと危ないですからね。私が行くしかないでしょう、ここは。任せとき。だけど、俺的にはあれなんだね、そのスラムは初めてなんだね。まあまあまあ、けど、家があれっつってたから5年ぶりっても言ってたし、やっぱりティファちゃんとの5年ぶりの際、お前5年もティファちゃんのことを無視してんじゃねえ、お前。おひかん。JS フィルター。ティファちゃん、やっぱこの町のアイドルみたいな感じなのかな。アイドルみたいなもんですからね。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。係のクラウドです。お題は彼に。あんた、おいおい、その役変わってる。おー、やっぱみんなティファのあれだな、取り合いだな。あ、ティファは俺のもんだよ、この野郎。そうだ、せっかくだから。この音楽あれだね、FF のさ、オープニングの点々点、なんだっけ、プレリュードだっけ、プレリュードのなんか、あれだね、はい。ほら、買い物しちゃったぞ。ちょっと嫌そうじゃねえか、お前、そんな顔すんな。うん？殺すぞ。うわー、ここブラックリストですね。お前、絶対今度潰すからな、この店。おまけしてくれ。それ絶対ティファだからでしょ。うん、俺にはしてくれないと思いますよ。いや、絶対関係ない。俺がどんだけ愛せよくても、うん、ティファが好きなだけで、あの人無自覚なやつめ。展望層の大家さん、もう終わった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。大家さん、マーレさん、フィルター交換です。ティーファー待ってたよ。ちょっと嫌そうな顔すんなよ。なんでさ、みんなさ、なんでみんなちょっと嫌そうなの。ティファちゃん目が赤いのすごくいいですね。はい、ティファは結構あれなんだな、武闘派なのかな。うん、その通りです。そんなことは、ソルジャーです。顔。最善を尽くす。仲いいのいいですね。もう素でこうなんだよ俺は。お、いい人。まあけどマーレさんすごいいい人そうで僕は好きですよ。マーレさんありがとう。ありがとうございます、200キルも。
いやちょっと一瞬で好きになったマーレさんのことを。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。おい、申し訳ございません。ティファちゃんに唯一厳しいやつが来たな。もういらないから帰って。うわうわ、出た出た。残念です。切り殺そう。ではここまでの生産をね。いや絶対こいつ踏み倒そうとする。ほら。効果ゼロなのに払うかよ。あー出た出た、お客様は神様理論。世の中舐めてるんじゃねえぞ。お前の方が舐めてんじゃねえぞ。はい、ここも見せつぶします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、弱すぎ。わろた交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。ザコオツ。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？一緒に遊びましょう、僕と。僕と一緒に遊びましょう。アイデアがあるんだけど、はい、聞く？僕と一緒に遊びましょう。本格的に何でも屋を始めるなら、まず円を作るべきだ。いや、一番難しいぞ、クラウドに。それ、ご縁はお金より大事。まあ、間違いないね、それに関しては。まあ、金も大事だけどな。いや、金がないとこの世の中何もできませんよ。まあまあけど、人との縁が一番ね、金がなくても縁があれば助けてくれるみたいなとこありますから。いや、それ俺嫌いなんで。なんかそのさ、縁作りのためにボランティア行こうみたいなさ、俺苦手な人間だからな、これ。俺も割とクラウドタイプかもしんない。そう、人と接するのね、苦手なんだよ基本的に。いやマジでさ、その縁は作れるよみたいな、報酬出ないけど縁作れるよみたいな、ようあんじゃん。そう、ああいうのやりたくないね。いやもう縁いらないからやりませんみたいな。もうね、極力なんだろう、サボって生きていきたいから。あ、ウェッジじゃん。入団希望すか。違う。場合によってはな。自警団は何をするんだ。いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり。ここモンスター来るんだ。自分で守る。これスラムの心得っす。スラムの心得多くてちょっと読めそうにないんだけど、覚えれそうないんだけど。いい評判、いい声。それを自警団。誰もさ、ティファちゃんの胸見ないの偉いと思う、スラム街の人たち。俺たちじゃお手上げのモンスター。ちゃんと目を見るじゃん、ティファちゃんの。ウェッチ君いい子。俺だったら絶対胸ガン見するけどね。そうだな。まずはその剣。改造してないだろう。ああ、小細工なんかいらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなる。そのマテリアは改造じゃないの？小細工じゃないの？そのマテリアは。手順を教えるな。あ、いや、そう、まあまあ改造してもらおうよ。なんか空飛べるようにしよう、それ改造してもらって。あ、けど割とね、年季入ってるね。おー、すごい。うわ、やばいね、ここ。できたか。使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも町中を。ウェッジいい子、マジでも好きだわ。瓦礫通りだ。いつになったらウェッジと一緒に戦えるの？一緒に行くね。そう、なんだかんだウェッジとさ一緒にさ戦う機会ないんだよな。道知らないでしょ。あ、なんだその角度。ほらもうさ、クラウドもさ目のやり場困ってんじゃん。スラムで一番のガイドよ。かわいいな。お、メンバーに入りました。うわ、見て右下、クラウドとティファになってる。これ変えれる。あー、けどね、キャラ切り替えはできないか。ほら、わかる、このお腹、お腹見て、ほらみんなお腹。お前そこで止まってろ。ほらお腹。